メイロ論は中国領内省北表紙の中世代白亜紀前期の地層から発見された小型の肉食恐竜である。メイロ論具とも、メイロ論とは中国語で眠る流を意味する。これは本種が眠る時に原生の鳥類と同様の姿勢をとっていたと考えられることにちなんでいる。なお名は俗名、論は種名であるが、 現在のところも色種である論種のみしか知られていない。幼年期の復元標本性基準標本の人と比較した場合の大きさ、名論は小型の獣脚類であるトローオドン化に分類される。発見された個体はまだ成長途上とみられ、全長53センチメートルほどである。発掘された時の化石の状態は、原世鳥類が眠る時に取る姿勢と同様に首を後ろに回して、 頭部を肘の下に入れる形をとっていた。骨の脱臼がほとんどなかったことから、土砂の重みなどで死後に変形したものではなく、睡眠中、または休息中の姿勢でそのまま化石化したものであると考えられている。鳥類だけが持つと思われていた習性が恐竜にも見られたことで、名論は、鳥類が恐竜から進化したとする学説を補強する存在となった。さらに、 この姿勢は高温動物にとって頭部や頸部の体温低下を防ぐ効果があるため、メロンが一定の高温性を獲得していた可能性が指摘されている。ただし、重要な器官である頭部を中心に体を丸めることは、蛇と影やガの幼虫など変温動物でも普通に認められる急速姿勢である。ありがとうございます。